はい、マキティです。今日もご覧いただきありがとうございます。今日はですね、 J&K さんに久しぶりに来て、こちらね、 HK さんのまたイベントがあるということで来てみました。なんでかというとですね、あの前回オートサロンであったエンジン、あと R タイプの車庫帳、こちらもちろん試乗車もあるんですが、ものをじっくり見られる機会ということで、もう一度ねちょっと味わってみたかったので来てみました。当然ね、あのマフラー、これね僕が欲しがっているこのマフラーもそろそろ出るっていう話があったので、いつ頃なんだろうなっていうところを赤塚さんとかにねいろいろ聞いてみたいと思います。はい、それでは早速ですね、バックグラウンドの話とか、はい、なんかその辺いろいろお聞きできたらなと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日まずはこのタイプ R とか、あ、 R タイプっていうんですか。そうですね、車庫帳の R タイプと、はい、このマフラー2本出し、なんかその辺がそろそろ出るのかななんて思ってるんですけど、はい、発売時期とかまずはどんな感じなんですかね。今6月末ぐらいの発売をちょっと目標に進めているので。6月っていうとあと2ヶ月。あと2ヶ月ぐらいですね。もうあまり日がないですけどもうじゃあ評価はほとんど終わった感じですか。そうですね、サスペンションの R に関してはもうほぼ仕様が決まっていて、あとはちょっと量産に向けて、はい、進めているところですね。量産はどうですか、はい、あのサスペンションの硬さはどれにする予定ですか、はいはい、まず標準は今、標準の状態でフロント16キロのリアが 9.5 キロになる予定ですね。じゃあ前回袖漏れで試乗させていただいたのより 0.4 下がった感じ、はいはい、そうですね、まあ、9.9 って言ってませんでしたっけ。 9.8 とかだったので、それよりもちょっと低い感じですね。サーキットに自走で行って、うん、でサーキットで楽しんで、うん、また自走で帰ってきて、まあ、そこを全部楽しめるような内容にちょっと考えているので、あとはそのサーキット走った時のタイムとか、実際いろいろ見比べて、まあ、トータルで今のレートが一番いいかなっていうところですかね。結構じゃあサーキット走行、はい、もう結構したんですか。そうですね、富士スピードウェイが一番近いので、まあ、そこでいろいろテストを繰り返して、200キロオーバーからのフルブレーキングだったりとか、今発売している普通の通常のビーツではないさらに高いスピードレンジとか、いろんな走行シーンをちょっとさらにテストをして、乗り心地も含めてさらにあの熟成度が増しているかなと思いますね。一般道の方もやってるんですか、はい、その評価は。そうですね、やっぱりその実際に一般道を走行してみて、うん、まあ、いろんなシチュエーションでの確認をしてますね。僕がつけさせてもらったビーツの普通っていうのか、はい、なんて呼ぶのか、標準タイプですか、はい、それと R は、はい、もう少し実際何が違うのかっていうのは、はい、どういう違いがあるかっていう、ビーツに何をプラスしたのかって、はい、なんか説明していただけると嬉しいんですけど。そうですね、まあ、コンセプトで言うと通常のビーツは、うん、まあ、ストリートメインとして、まあ、純正でのネックになっているそのリアの突き上げであったりとか、うん、ネガになっている部分を解消して、うん、さらにあの車を楽しめるようにというようなのをコンセプトにしてますけれども、今回の R に関してはその楽しむっていう領域をさらにもうワンランク上げて、うん、まあ、ストリートではもちろん乗り心地のところは改善しつつ、さらにそのサーキットでもうタイムを削っていくような走りをされる方にもあの満足してもらえるように、うもっと広いレンジで楽しめるようなコンセプトにしていますね。なんか僕ももう何度も乗らせていただいて、はい、また今日もねこの後一緒にちょっと乗らさせていただく予定なんですけど、はい、楽しさがアバルトの、はい、フィーリングには合ってる気がするんですよね、はい、そうですね、乗った時に。まさにその通りだと思います。アバルトだからこそというか、アバルトを選んでいただいたオーナーさんに一番こうマッチするというか、アバルトのキャラクターに合ってるような。なんであんなに違うんだろうと僕は不思議でしょうがないですよね、はい、あれなんか標準のがすごく優等生だったんで、はいはい、さらに上を来るなんて思わなかったんですけど、はいはい、さらに楽しさが倍増っていうか、そうですね、なんかサーキット仕様って感じじゃなくて、はい、普通にそこら辺も楽しく走れちゃうんで、はい、なんでこんなに違うのって思うんですけどね。そうですね、あの違いどっから来るんですかね、はい、あの違いは、まあ、でもそもそものそのよりその車がスポーツ方向に振ったキャラクターの車なので、今回の R のコンセプトがマッチしてるっていうのが強いかなと思います。
っぱりそのサスペンションを担当してるあのメインの担当者も、うん、やっぱすごいのができたなっていう話をしてくれて、うん、やっぱ実際に乗ってみるとすごく車のキャラクターにマッチしてて面白いんですよね。なんかリアがすごく、はい、特に違う感じがしていて、はい、なんかこう激しい段差をバンバンっていっても普通にいなす、はいはい、まあ、もちろん前のもいなすんですけど、はい、前のよりもっと懐が広いリアの挙動をする感じがするんですけど、はい、なんかストロークが増えた感覚がするんですよね。あ、そうですね、前の通常のそのあのビーツに比べてさらにいろんなシチュエーションでのテストを繰り返して、うん、さらにいろんな要素っていうのを追加しているので、うん、伸び側の減衰であったりとか、うん、よりその高いレンジでの挙動をいろいろ確認しているので、うん、よりその追従性は上がっていると思いますね、うん、これ今標準のビーツを買おうか、はい、R を待とうかって悩んでる方多分相当いると思うんですよ、はい、どっちがいいんだろうなっていうね、はい、そうですね、どういうシチュエーションを重視されるか で、 そうです、ね、あの選んでいただくのがいいかなと思います。通常版はそのストリートを快適に楽しく、まあ、ストリートはエンディングをメインに走られる方で、サーキットは本当に楽しくっていう走れればいいという方向けだと思います。街乗りとか低速域での乗り心地はやっぱり通常版の方が少し分があるので、まあ、ただ、もっとそのサーキットをメインで楽しみたいであるとかスポーツ方向で車を楽しみたいという方には R の方が向いていると思うので、乗るシチュエーションとあとその商品のコンセプトが、うん、あのマッチするところで選んでもらえればいいかなと思います、ね、気になるのは皆さん多分値段だと思うんですよ、はい、値段の差がどのくらいあるのと、はい、やっぱり R ってつくだけあって、はい、今標準が 30? 今35万円です、ね、5万円でこれだけ値上げしている世の中で値上がりがしてない気がするんですけど、はいはい、そうですね、通常のビーツを発売した当初からかなり原価というかコストはどんどん上がってきているので難しいところではあるんですけど、ただ R に関してはなるべく値上がり幅は少なく、今40万円をちょっと目標の低下としてだいたいそれぐらいの価格にしたいなと思っています。そうすると差額が5万円5万円ぐらいに抑えたいなと。それはすごいなと思いますね。もう今できる要素は全部盛り込んだような、まあ、通常の R のところでそこはやってたんですけれども、さらにそのレンジを高いところであのより広いあの範囲をカバーしようとするともっといろんな要素が必要になるので、そのあたりを盛り込んで、まあ、5万円アップでなんとか抑えていきたいなっていう、ね、これは、まあ、僕乗った感覚としては、はい、正直なところ R の方が楽しいですよねっていう気がします。僕の乗り方にはね、はい、R の方が合うかなっていう気はするんですけど、はい、もちろん家族とかね、はい、あとはそのツーリング僕みたいにロングで行くんだったら、はい、標準の方がもしかしたらいいかもしれないですけど、はい、アバルトっていうそのネーミングと楽しさとワクワクさって言ったら、はいはい、R に乗るとなんでこんなに違っちゃうのってぐらい楽しいなっていうのが正直、まあ、今日3回はい、あの前回、まあ、前々回トータル3回でこんなに違うのかなって思ったんですけどね、はいうんはい、5万円かって感じですごいですね。そうですね、このご時世でライバル車に全然値段的にはもっと抑えてる感じがしますよね。そうですね、なるべくその価格的なものであんまり上がらない中で実現したいなとは思っていて、HK さんの製品は原材料はもちろん為替影響あるんでしょうけど、はい、日本国内で全部作ってるんでしたっけ。そうですね、あの社内で、基本的に全部製造していて、細かいパーツとか海外製品もいくつかありますけれども、いや海外のその為替レートの影響そんなに受けないんですか、はい、そうですね、それよりも今原材料高騰の方が全体のコストには与える影響は大きいですね。アバルトも乗り出しなんと500万越しましたからね、はい、そうですねかなり最近ちょっと価格改定が多いですね。まあ、今日はあのここイベント ECU もね、はい、あるんですけど、はい、ECU も出されますか、そのうち。そうですね、そこもちょっと発売予定で、うん、今テストをちょっとしているところですね。西日本の方は絶対いっぱい待ってると思うんですよ、はい、僕、はい、みんなね、西日本の方、今日も大阪から来た方いますけど、はい、大阪からわざわざ来た人がもう8人ぐらいいらっしゃるらしいんですけど、そうですね、はい、関西から石を入れに来てて、はい、でそれでビーツも入れてとかね、はい、
そういう人がいるって聞いてすごいなと思うんですけどね。そうですね、かなり遠くから、はい、来ていただいて、だんだんビーツの認知度が広がってるんじゃないですか、ね、そうです ね、あのビーツっていう新しいシリーズで打ち出して、まあ、その車として、うん、あのどういうふうに作っていくかというところをあのメインに、うん、あの作っているあのシリーズなので、まあ、ちょっとそこをだんだん理解していただけてきているかなとは思いますね、うん、今度あのマフラーもこれね、はい、いよいよ2本出し、はい、出されるっていうことで、やっぱり今日ね僕一回試乗して改めて思ったんですけど、はい、あのデモカーって実は ECU 入ってないじゃないですか、はい、ブーストコントローラーだけですね。ブーストコントローラー、はい、ブーストコントローラーってことは低域は関係ないですよね。そうですね、あの3000回転以下はほぼ純正同等だったんですね。ですよね。それでギャレットで、はい、あの低速が出るのって、はい、マフラーのおかげなんじゃないかなって改めて思うんですけど、はい、そうですね、低トルクがギャレットなのにすごくあるんで、はい、びっくりするんですよね、はい、やっぱり実際にそのデータではなかなか出てこないので、うん、あんまりお伝えはできてないんですけども、うん、やっぱりその3000回転以下だとバルブ閉じていて排気の流量が結構遅くなってるので、うん、そのあたりから来るフィーリングも大きいかなと思います、ね、そうですかね、やっぱりそこだな、はい、なんかね乗ってすぐこうスタートした時の出だしが、はい、ギャレットってもっとなんか下が少ない感じでいつも受けるんですけど、はい、いろんな人が乗ると、はい、なんか HK さんの乗るとね、はい、あれこんなに低金なんであるのっていつも思うんですけど、 あれには ECU をまだ入れないんですか、はい、そうですね、またこれからちょっと入れて確認をしていきたいなと思いますね。で ECU を入れてこのマフラーでどういうフィーリングになるのかが、ね、はい、すごく知りたいんですよね、はい、そうです、もっと楽しい車になるかなと思いますね、今後その冷却系とかも一種書き換えに合わせて車両トータルでバランスが取れるようにちょっと確認をしていきたいなと思うので、皆さん多分気になってるのね、あっちに置いてあるね、はい、あのエンジンの方が気になると思うんですよ、はい、あれはどんな予定になってるんですかそうですね、今インタークーラーオイルクーラーあたりをまずはその先行してちょっとテストしていってるので、まあ、ちょっとなるべく早めに、はい、出したいなとは思いますね。多分みんなね、はい、本当に待ってる人いっぱいいると思うんですよね。そうですね、なんかいろんなイベントですごくたくさん声をかけていただいてるので、ねまあ、このあたりはちょっと優先度を上げてちょっとやっていきたいなと思います ね。特にアバルトってオイルクーラー欲しがる人多いじゃないですか、はい、でも純正のインタークーラーでオイルクーラーつけるのがいいのか、はいまあ、全部セットでつけるのかいろいろ選択肢がこれだと出てくるんじゃないかなと思うんですけど、はい、やっぱり順番的にはインタークーラー、はい、オイルクーラーなんですかね、それとも1セットの方がいいんですかね。順番で言うとインタークーラーの方がちょっと容量的には今不足してるかなと思います。真夏であのさっきと走ってみて、まあ、オイルクーラーは純正の出力でなんとかギリギリいけるかなと思うんですけど、インタークーラーはちょっと容量が少し足りないかなと思うので、やるとしたら先にインタークーラーの方が車としてはいいかなと思いますね、まあ、あとはその上にね、うんはい、みんな興味があるインテークキットね、あ、そうですね、あれも欲しいですよ、ね、すごくたくさん声いただいてあれが多分みんな一番手頃じゃないですか、はいまあ、ただあれはちょっといろんなものを移設するっていう前提になっているので、あとはそのタービンとの接合部分の兼ね合いとかも含めて、あの最終的に車としてあの一番あの綺麗に収まるパッケージにしたいなと思うので、ちょっとそのあたりを見据えてちょっと全体の構想をちょっと考えたいなと思いますね、はい、あとあのこちらちょっとお借りしたいんですけど、はい、これの開発がね、はい、なかなか時間かかってると思ったんですけど一体これにどうして時間かかってるんですか、これなんか評価いろいろされてるんですかね。今回あの取り付けをマグネットでやりたいなと思っていて、マグネットでつけるっていうのを初めてちょっとトライをするので、まあ、ちょっといろんな条件でテストをしてますちょっとマグネットとはっていうのをまずはちょっと勉強して、もう真面目ですよねマグネットから勉強し直してるんですか、はい、ちょっとマグネットの種類があって、それの種類によっての特性がいろいろあって、どういう時に磁力が落ちるのかとか、実際これつけてどれぐらいまで耐えられるのか、どれぐらいまで落ちないのかっていうのをちょっと確認してます、今のところあの 4.5G までは取れない。 4.5G まで OK F1 のフルブレーキングぐらいの、ね、F1 のフルブレーキングって素人の首もげるぐらいのあれでしょ4.5G かかると車の方が先に壊れると思うんで、ね、だって80キロの人間が 4.5G かかったら絶対首折れますよね、はい、そうですね
なんで基本的に普通の走行ではまず取れないとは思うんですけど、ただ通常の条件で常に設置できるとは限らないので、まあ、いろんな条件を考慮してやってます、うん、あの温度が低くなると磁力も落ちる特性があるので、うん、あの冷やしてテストしたりとか。冷やすって何度まで冷やすんですか、はい、これマイナス30度まで冷やしました日本でマイナス30度になるとこは稚内ぐらいまでいかないとないかもしれないですけどね。稚内で 4.5G かかっても取れないです稚内で 4.5G でフルブレーキみたいな。そうですね、その条件をテストするってさすがメーカーさんですよね。考えうる条件を全部今確認をしていて、基本的には問題ないかなとは思うんですけど、あとは最終的な製造方法にするとか、その辺も含めてちょっとテストしているので、これもちょっとなるべく早く6月の中で発売したいなと思うので。はい、いや僕はねこれにそんなに時間かかるって予想もしなかった理由を聞いてびっくりしました。いや何を評価してるんだろうなと思って、だってアルミ削ってそれにアルマイトかけて、まあ適当にマグネットシート貼り付けて終わりなのかなと思ったら、まさかの G での評価とかマイナス冷却での評価とか、そんなことまでされてるなんてさすがですよね。このマグネットの接着が落ちないかとかで、まあ湿度とかを変えて、あとは温度を上下させて、このマグネット自体が剥がれないかっていうのをテストもちょっとやってるので、やりすぎかなっていうぐらい今やってますけれども。肝心の洗車で中に水は入らないんですか。はい、あ、そうですね、もう一番初めにこれつけて、その状態で洗車をして、中に入らないのを確認しているので。あ、そうですか、はい、そこは重要ですよね。そうですね、それが目的なんだ。まあそれが一番の目的なので。そう、ピロアッパーのピロ部分に、はいはい、ゴミが入らないのもそうですけど、はい、洗車の水とかね、そうですね、泡とか、はい、そういうのが入りたくないですからね。そうですね、まずはその水が入らないっていうところを第一条件にテストしてて、その状態で実際走って取れないかどうか、今までにないちょっと要素だったので、ちょっと入念にテストやってます。 LR はないんですかね。はい、LR はないですね。ないんですね。はい、こうボルトが当たったりするところとかどこもないですね。ないんですね、はい、なるほど、楽しみですね。こちらの値段がいくらになるのかっていうところも、ね、気になるんですけど。そうですね、2万円以内にはちょっとセットでしたいなと思ってて、まだちょっと最終的なコストはこれから出していきたいなと思いますけども、ね。ぶっちゃけビーツって結構出たんですか。はい、そうですね、かなり想定の5倍ぐらいはちょっと出ていてありがたいなと思います。そのユーザーに対してこれが、ね、はいはい、販売できたら。そうですね、まあ、それがついてるのも前提ですもんね。そうです ね、 ね、はい、他の車高調って結構あそこ出ちゃうと思うんですけど、割とシャフトが出てるのが多いの で、 いいで、ね、基本的にはあのビーツの車高調に合わせてつけていただくような感じですね。じゃあビーツ買った人のビーツ割とかないんですか。あ、それもうちょっと考えられればいいですけどね。ビーツつけてますからみたいな、はい、そうなんですね、そうもなかなかいかないけど、ビーツつけてない人は買わないわけだからね。そうです ね、まあ、ね、まあでもつけていただいてる方が、まあ、ボンネット開けて、パッと見えるところにちょっとあるといいなっていうのも一つ目的の一つであるの で、 そうです、ね、色はこれ一択な感じですかね。そうです、あのビーツのカラーとしてこの青い色を今出してるので、要望どんどん上げていただければ違う色も検討してみたいな。いや、黒が欲しいだとかね、あ、そうですね、シルバーが欲しい、赤が欲しいだって、はい、なんかいろいろ出てきちゃうかなと思うんですけど、結構多分皆さんいろんな色を好まれる方も多いと思うんで、あとその辺は要望を上げていただければまたちょっと考えたいなと思います、ね、そうですよね、なんかだんだんね、はい、あれも欲しいこれも欲しいって言い出しますからね。まずはこのビーツっていうシリーズとともに、そうですね、このあの色とともにちょっと皆さんに認知していただきたいなと思うので、まあ、だんだんこの青い色に車が変わってくると車も良くなってくるみたいなイメージになればいいなと思いますね。高級感がありますよね、この色すごくね。そうですね、やっぱり青のこう、はい、ちょっと濃い青と白のサスペンションがすごく高級感あって、はい、僕は好きですよね。 ありがとうございます。全体的にその落ち着いたトーンでちょっと高級感出しつつ、まあ、ちょっとどの車にもなるべく合わせやすい色にしたいなと思って。なるほど、分かりました。じゃあこれは出てくるの楽しみに待ってます、はい、そうですね、あの多分車の方が先に壊れるぐらいの性能になると思うので。なるほど、分かりました、はい、ありがとうございます。こちらじゃあまたあれですね、
はい、続いてマフラーのちょっと詳細をいろいろお聞きしたいんですけど、はい、HK さんのマフラーってぶっちゃけちょっと高めじゃないですか。そうですね、僕が10万とか20万とか、はい、まあ、25万ぐらいの範囲である中で35万ですよね。なんか知らない人が見ると、はい、うわ高えマフラーに35かみたいな思っちゃう、そうですね、はい、かもしれないんですけど、はい、実はよくよく見ると、はい、パーツがものすごくいっぱいあるじゃないですか。そうです、普通マフラーってここだけでみんな売ってますから、はい、今レコードモンターもそうなんですけど、ここの一番後ろのここから買える方が多いというか、そこですよね、まあ、普通そこだけですね、はい、大体ここだけの商品が今、多いと思います、ただうちの場合はよりアバウトその楽しむという意味で、うん、ネックになってる部分というんですかね、要はその冷感指導時の音の大きさとか、低速走行時のちょっとうるさいなって感じるところを静かにして、うん、それと高回転での音を楽しんでもらうというのを両立したかったので、うん、ここのバルブもうちで準備したものを新たに取り付けていて、要はこのバルブをどこにつけるかっていうのをちょっと考えた時に、レコードモンターはここの後ろの部分につけてるんですけど、よりそのバルブの効果を十分引き出したかったので、中間の部分にここにつけました。これはシートの下ぐらいですかね、ちょうど。そうです、ちょうど車の中央部分にこの辺りが来るので、ちょっと持たせてもらっていいですか。あ、はい、あ、軽い、こんな軽いんですか。この辺りはこの薄肉材を使っていて、あ、こんな軽いんですか。今までずっとめっちゃ重いんだと思ってましたけど、全部の触媒から後ろで純正よりも1キロぐらい軽くなっているので。そうなんですか、はい、消音器までついてて。そうですね。へー、今ここのバルブが閉じることによって、こちら側にバイパスをしていって、こっちがエンジン側ですね。こっちがエンジン側、こっちがエンジン側で、あ、こっちから来て、ここが閉じてるからこっちに入るんですね。あ、そうです、あ、そういうこと、はい、あ、なるほど。ここが開くとサイレンサーを通らない方向を通って、あ、でストレートになると、はい、ストレートになります。あ、そういうことですか。でここにつけることによってバルブの開閉時のメリハリがより出て、よりその車としてバルブの効果を出しやすくなります。閉じてるときはより静かに、開いたときはより音を楽しんでもらえる。ここがいわゆるあの NA 的な直感に聞こえる音を作ってるんですか。はい、あとはその音質っていうのはここのメインの、そっちですか、こちら側のパイプの長さでかなり調整ができるので、こちらもちょっと持たせてもらっていいですか。はい、あ、こんな軽いですか。もっとずっと重いんだと思ってた、ね、サイレンサーも入ってないので、すげー軽い、割と軽く薄、結構薄いんですね、これ。板厚とかって、板厚、これは 1.2 ミリです、ね。1.2 ミリですか。ブラケットとかもなるべく肉抜きできるところは全部肉抜きしてあって、フランジもこの板を折り曲げて作るタイプのフランジにしてるので、これは軽いですね。僕いろんなマフラー交換したことあるんですけど、はい、こんな軽いの初めて持った気がするな。基本的に強度が必要な部分は、うん、ある程度 その最低限の、はいはいはい、パイプの肉厚を持たせて、なるべく薄くできるところとか、ちょっと軽量化できるところは細かいところでも軽量化してあります。あ、また溶接が綺麗ですね。そうですね、パイプの表面の質感も全部こだわって。でこれ LR で同じ長さになってますか。そうです、音を作ってるんですね、まあ、これで音をその周波数、出したい周波数に合わせてパイプの長さを決めて、ここで調整してるんですか。そうです、要はその管楽器がパイプの長さで音を変えるような感じのイメージですね。これ LR で多少音は違ってるんですかね、はい、これちょっとその左右差もいろいろあるので、ね、そこは微調整をして、まあ、完全に左右等調ではないですね。この K はいくつなんですか。これテールの部分、ここは110倍ですね。あ、110なんですね、はい、結構太いですね。ちょうどあのアバルトのこれに合うぴったりあるんじゃないですか。あそこの、そうですね、切り欠きのちょうどよくて、ね、あのシリーズ3だと切り欠きがちょっと一回りちっちゃいんですけど、はいはいはい、それにも合うようなサイズになってます。あ、ギリギリそう合わせたんですね、はい、赤塚さん、赤塚さん、はい、これって何ですか、この穴。これはHKS のマフラーのシリーズのスーパーターボマフラーっていうシリーズで使われているテールのここの内側のスリットですね。これも消音効果があって、え、消音するんですか。そうです、これだけで近接排気騒音が、まあ、車によっては1デシベルとか下がるので、
僕はてっきりここから入ったエアが抜けていくだけなんだと思ったら、はい、そうじゃないんですか。はい、あの効果として あるので、へ、まあ、今回このビーツのマフラーっていうのは、まあ、今まで HKS がやってきたいろんな技術を全部盛り込むっていうシリーズになっているので、まあ、今回このテールにはこのスーパーターボマフラーの消音効果のある要素を盛り込んで作ってます。これ4本出しの方こうなってましたっけ。4本出しはこうはなってないですね。なってないですか、はい、あ、2本出しの方にこのスーパーターボマフラーって言うんですか、これっていうシリーズの消音効果の要素を盛り込んでます、ね、HKS さんの特徴のね、これね、飛行機の感覚みたいな新幹線のパンタグラフの消音効果、袋の羽の消音効果っていうのと同じ原理で作られてます。あ、そうなんですか、はい、へえ、ここから入ってきたエアとかなんかで影響するんですか、はい、そうですね。へえ、こっち繋がってますもんね、はい、これ。へえ、面白い。じゃあこっちの方が静かになるんですかね、もしかして。そうですね、近接排気騒音自体の音量はこっちの方が少し低いですね。静かなんですね、はい、へえ。あとはこのパイプの長さとかを調整するっていうのはスーパーサウンドマスターというシリーズの要素を生かしていたり、なるほど、あとは中間のサイレンサーの薄肉っていうのは、スペック L っていうその軽量マフラーの技術を応用して使っているので、いろんなシリーズのいいところをちょっと一つのマフラーに集めた、集めて使ってます。で、要はこれとこれとこれと4部品、そうです、買うと来るわけですか。はい、それでこれも全部含めて、含めての、あとはバルブのコントローラーも専用で作っているので、それも全部含めての値段になっています。なるほど、はい、そうすると、まあ35万でしたっけ。はい、35万、そんなに普通だなって感じがしますね。そうですね、今回そのアバルトをマフラーっていう要素で、よりそのネックになっている部分を解消して車としてもっと楽しもうっていうコンセプトで作るとしたら、どうしてもそのバルブの搭載位置を中間のあそこの位置に持ってきたかったので、それを実現するためには触媒後から全部ちょっとレイアウトを変えなければいけないので、まあそのためにこの4分割の構成になっています。よくマフラーでこっちまで変えると困るのが、ここのトーションビームの逃げ、はい、車高落としていくとどうしてもそこに当たりがちになるんですけど、はいはい、そうですね、その辺は研究されたんですか。はい、実際そのサスペンションの開発と一緒に並行してやってるので、実際その純正に対して5ミリぐらい上側にクリアランスを取るようにしてるの で上の熱板にも当たらず、はい、あ、そうです、トーションビームがこう車高落としても当たらない設計になってるんですか、はい、でそれはいいですね。マフラーは熱が入ると伸びてくるので、その位置関係も熱の入り方によって変わってくるので、 そうなんですよね、そこも考慮した配置になってます。そうなんですよ、これ全員が伸びてきて、はい、あ、そうです、はい、トーションビームに最初当たってないのにこうずっと伸びていっちゃって当たっちゃうんですよね、はい、そうですね、ここのフックのところですね、うん、ここの吊り下げのここがフックがハンガーに入るんですけど、ハンガーに入ってずれる、ここもやっぱり熱が入ると入りのところが変わってきてずれるので、そこも脱落がないように熱が入って伸びた状況を想定した長さに全部なってます。やっぱここがでもね、僕一番困ったんですよ、はい、ここのトーションビームのここの逃げ、あ、そうですね、ここがね、やっぱり当たりやすくいいんで、はい、僕社外のつけたんですけど、やっぱりここ当たってガツガツしちゃうんですけど、はい、なるほど、実際その当たるところまで距離を測ったりとか、実際下げてみてどこが先に当たるとか、そのあたりは全部ちょっと考慮して作っているので、こちらも結構ね、みんな日本出しを待ってると思うんですけど、はい、やっと6月ですか、はい、そうですね、かなり結構前から日本出し その作品をいろんな方に見ていただいて、ちょっといろいろテストを重ねてきたんですけど、ちょっと今6月のところを目標にちょっと開発をさせてもらってるので、今ちょっとここ触ったんですけど、フリキこれいいですね、はい、これ結構柔らかくて、触媒後からかなり長いマフラーなので、うん、どこかでそのエンジンの揺れっていうのを吸収しなければいけないの で、ね、そこで全部吸収できるようになってます。結構社外もっとガチガチなメーカーが多いんで、こんなこと手で、はい、動かないんですけど、はい、すごいなこれ。なるほど、まあ、こういったいろいろついての、はい、ね、お値段ということですね。そうですね、アバルトっていう車をマフラーっていうところでどうやって楽しむか、うん、まあ、それを実現するためのこのレイアウトになってますね。
るほどね。まあこれがねやっぱテール一番似合うんじゃないかなと僕は思うので、はい、僕も欲しくてしょうがないです、はい、ありがとうございます。これは車内につけるパーツですね。そうですね。でここからボタンかなんかが、あ、はい、あの配線がいくつかあって、あ、そうか、自動なんでしたっけ。全部フルオートです、ね、フルオートなんですね、はい、自分で開閉できないんですよね。はできないですね。開閉する、自分で開閉できるようになると車検通らないんでしたっけ、はい、車検通るようにもできるんですけど、ただ開いた状態で車検通るような音量にしなければいけないので、自分でできるとね。そうなんですよ。そういったものも当初はちょっと自分で開閉できるっていうのをちょっと案として進めてたんですけれども、まあ、どうしても開いた時の音量がちょっと物足りなくなってしまって、アバルトとして閉じた時の音と開いた時の音の差があまりない状態で、バルブのメリットもあまりなかったり、そうですよね、あと走ってる時の高揚感というか、その音を感じて楽しむっていうところがかなり少なくなってしまうので、ちょっとそれでは車としてなんか楽しむっていう方向がもう一つ足りないなっていうのがあって、そこでちょっと方向を変えて、よりその音を楽しむっていうところを本当に重視して、なのでコントローラーはフルオートでの制御に絞ってしまって、自動で車の方でやってくれるような形に変えました。フルオートだと車検で、はい、そのフルオートな状態で、そうですね、通せるんですね、はい、そのフルオートの制御の中で試験を受けて音量がクリアできれば車検対応になるので、はい、やっぱりそこが開閉の機能がある場合のあれ、はい、ありますね、やっぱり、ね、そうですね、最近特にうるさいですからね、はい、いろいろその音量の規制も厳しいものが増えてきているので、そのあたりを満たしつつ、あとはもう本当に普段使いのところですね、お客さんが実際に乗っていただいて、よりその楽しんでもらえたりとか、普段使いで不便に感じないとか、そういったところを第一に考えて、あとはそれと車検とのバランスがどう取れるかっていうところですね。そこを考えて今回フルオートにさせてもらってます。今朝なんかもそうですけど、私4時に起きて、はい、4時半にこうガレージ開けて出るのも、はい、結構な音量になっちゃうんで、そうですよね、やっぱこういう閉じてるもの状態でかけたらね、はいはい、普通車みたいに出てこれますからね。そうなんですよ。気兼ねなく使っていただけるっていうのも、車を楽しむ一つのポイントだと思うの で、ね、結構皆さんお風呂の栓をして布団静かにして暖気するとか結構そういう話をすごく聞いたので、それを車側が全部やってくれるっていうような商品にちょっとしたいと思って、僕もレコモンの時、はい、ゴムボールを詰めてストレート缶の方に、はい、で家出てしばらく行ったところで外すっていうのをやってたんですよ、ね、はいはい、ですよね。やっぱりそうじゃないとうるさいのでね、はい、みんなからちょっとね、朝寝てる時に、はい、音はね厳しいだろうなと思って、そうですよね、気使ってたんですけど、これだったらね、はい、もう気兼ねなくかけるんですよね。そうなんですよね。そのあたりを気にされてる方が多いので、本当に気にせず使ってもらって楽しんでもらえるものを作りたかったので、ちょっとこう今回こういう構成になってますね。なるほど、はい、これも6月、もうすでに4本は出てるけど、はい、あ、そうですね、これが2本出しが6月6月の末をちょっと目標にと、はい、ラインナップをちょっと追加させてもらう予定です。これはもう溶接タイプで、はいはい、もう選べるわけじゃなくて、買うときにもう決めるということですね。そうですね、4本出しのタイプか、この2本出しのシングルテールっていう名前のものか、うん、まあどちらか選んでもらうような感じです。お値段はどうですか。値段は今までの4本出しと同じ値段でちょっとやらせてもらえればと思いますね。カラーはこれになりそうですか。そうですね、今はこれをちょっと想定して、はい、進めてます。まあ、ぜひ皆さんね、楽しみだと思いますよ、はい、こちらも、まあ、もちろん4本出しもね、はい、合う車もありますからね。このあたりは多分本当に好みのところになると思うの で、ね、基本的なマフラーのコンセプトはそれぞれ同じものになっているので、音がちょっと違いません。あ、ちょっと違いますね。デザインの特徴に合わせて音質もちょっとアレンジしてあります、ね、こっちのシングルテーブルの片側出しの方が少し高音寄りというか、低い音をちょっと抑えてあります。やっぱり4本の方が低い音しますよね。少し見た目のワイルドさもあって、音もちょっとワイルドな方向に振ってあって、ね、こっちのシングルのタイプは全体的に収まりも良くて上品な見た目なのに合わせて、ちょっと音もそっちに寄せてありますね。なるほどなるほど、分かりました、はい、これはマフラーもまた楽しみですね。あ、はい
そのあたりもぜひちょっと乗って音を聞いていただければいいなと思います。そうですね、これもね、こう広域に行った時のね、はい、あの NA のような音が、うん、絶対買った人はまず最初トンネルで窓開けますね、はい、そうですね。このマップが開発した時に一番こだわったのが、ね、その高回転での音質で、ね、車内でどう聞こえるかってところなので、そこはもうずっと繰り返し毎回実際乗って聞きながら微調整繰り返して今の形になってるので、間違いなくみんなトンネルで、はい、普通窓閉めんのに、はい、これ窓開けますよね、きっと。僕も毎回開けます。開けますよね、これ。すっごくいい音ですよね。そうですね。反響して帰ってくる音が、はい、もう NA みたいな音で。そうなんですね。まさにその NA の音とか、バイクとか、まあ、そういったちょっと音質を目指して作っているので、ね、本当にアクセル踏みたくなるような音にしてます。それで低トルクがあるから、むやみに飛ばさずに、あ、はい、結構楽しめる息が増える。感じしますね、そうですね、はい、やっぱりそのバルブが閉じるとバイパス側のちょっと細い経路を通るので、うん、フィーリングとしてはちょっとトルクが増えたようなフィーリングっていうのはちょっとそこから出てるのかなと思いますね。この後もう一回じゃあちょっと車の中でいろいろインタビューさせていただけたらと思いますので、はいはい、ぜひまた、はい、今日はいろいろですね、またこれからちょっと楽しませていただきます、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。だから最初にチケットさんがこれを 9. 点いくつとか言ってた時、はい、一体どこを目指してるんだろうと思ったんですが、突き上げ来るとこだよね、これこれこれ、おお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